乱説小栗博司令、筆、服部乱説宝永4年10月13日は、江戸時代前期の徘徊し、陽名は熊之助、または、熊之助。通称は、孫之城、彦兵など。別号は、嵐邸、地助、雪中庵、伏路県、寒田で祭、寒田で庵、元宝堂、清智安など。松尾芭蕉の皇帝、雪門の祖。 服部家は、淡路出身の武家で、父、服部北尾隆寺も、日立朝尾藩主、新城忠次などに仕えた、下級武士であった。乱説の生まれについては、江戸湯島とする説と、淡路国見原郡省、江波村とする説がある。これについて、江原大蔵は、実家が、淡路、乱説自身は、江戸の生まれであったため両説が伝えられたのではないかと、考察している。 長男である乱雪も一時、日立笠間藩主の井上正俊に仕えたことがある。若い頃は相当な不良青年で悪所が良いは日常茶飯事であった。遠方二年、または三年頃、松尾芭蕉に入門したとみられる。正門で最古産の一人となる。遠方六年、風浦内編、徘徊江戸広工事に、付け子が句日衆したのが作品の初見である。遠方八年には、 同門、宝井企画の田舎の九号二条創始、東西門邸独銀二重河川に日衆。以後、巨栗、俗巨栗などに作品を採用された。上京五年には、若水を観光し、同年率づくえして、総称となり、元禄三年には、そのを観光して、背名を高めた。元禄七年、別座敷に対抗した、梅雨払いの返済に絡んで、 深川正門との対立を生じ、変えて、ある自習を観光。また翌年には、馬蕉の一周期追前集、若名集を観光した。作風は、柔和な音楽座を特徴とする。馬蕉は、乱雪の才能を高く評価し、元禄5年3月3日の桃の節句に、草案に、桃桜あり、門人に、その隅乱雪ありと称えたが、 馬章の欧州暗者にも乱説は送別銀を送っていないなど、指定関係に、しみが発生していた。元禄7年10月22日、江戸で馬章の不法を聞く。その日のうちに一門を参集して、馬章追悼区会を開き、桃となりと一緒に馬章が葬られた、ゼゼの吉中寺に向かった。吉中寺で、乱説が読んだ句は、この下に書く眠る乱雪仏であった。 企画と実力はきっ抗し、場所をして、両の手に、桃と桜や草の持ちと読んだほどであったが、場所没後は、江戸廃壇を、その角と二分する重むきがあった。法永四年十月十三日没。享年五十四。法名は、折中案不白玄宝古寺。駒込の常源寺に葬られ、後、蔵史ヶ屋の本教寺に移された。追に百金、風の上など。 その門流は、雪門として特に中高期以後一派を形成した。うまず女の日中雫くぞ愛なる天の子にか、うとがらせん、道明寺喜ぶおみよやは、常の玉ははきはごいたやただにめでた裏表ほつほつと、食的荒らす夫婦かな下朝の嵐や包む、生姜味フ布団着て寝たる姿や、東山星屋や,や、午前も、ガンの糸とらん。ありがとうございます。